これ XL さん案件ですね、はい、性欲の上げ方を教えていただきたいです。私は22歳女子なのですが、ダイエット成功してから食欲が上がり性欲が上がり性欲がガタ落ちしてしまい、はい、もう1年経ちそうです。2年付き合っている彼氏にとても申し訳ないです。好きな彼の気持ちに応えたいのに欲がないのでその気になれません。キスもその先の行為が始まってしまうと考えるとあまりしたくなくなります。関係が円満だけに求めないのが辛いです。アドバイスくださいということですね。性行為、彼氏のこと好きだから彼氏さんってことなのに性行為しないってことですか。よなんかダイエットに成功してから性欲がなくなっちゃったっていう、ね、あ、それ、そんそれ多分ね、純粋にホルモンバランスがぶっ壊れてるだけだから。なるほど、ね、痩せ方が悪かったんだと思うんですよね。例えば女性の場合だとこう糖質制限で痩せる人ってよく言いますけど、はい、糖質だけカット しても、うん、全体的にこうバランスを減らしても、はい、そのカロリーが同じだったら同じだけ痩せるんですよ。糖質ゼロの1500キロカロリーと全体的に減らした1500キロカロリーって同じだけ そのなんかダイエット効果があるので、はい、あ、でもその糖質を取る量を多分減らしたとか、あとは夜食べないようにしてるとか、それがインパクトしてる可能性があるので、そもそもの原因が、うん、なるほどですね。体調不良だと思うんで、そっちから直した方が体調不良状態です今。そうですね。一応じゃあちょっと参考の本出しておきますね。最高の体調っていうあの本があるんで、これ読んでちょっとあの体調整えた方がいいんじゃないかな。詳しくはネットでのパターンですね。そうですね。詳しくは本でのパターンですね。これは普通にホルモンバランスの問題な気がするな。そういうことですよね。だからあのよく言うようなそのとりあえず一旦ハグからとか手つなぐところからっていうので修復してもそもそも壊れてたらっていうことですね。そうですね。そうですね。そういうことですよね。うん、確かにな。そうか、彼氏さんかわいそうですね。彼氏さんちょっと辛いですねこれね。まあ、それか彼氏が実はめちゃくちゃ下手かどっちかですよね。あ、それで言うと僕ちょっと質問したいんですけど、はい、あのスパチャした方がいいですか？嬉しいですか？いや、あのなんかやっぱ下手とか上手いとかやっぱあるとは思うんですけど、はい、その僕は絶対上手いとかではないんですよ、うん、もう普通の普通だと思うんですよ。下手ってあるんですか？なんか ありますそういうもんですか？あの下手っていうのってあの男性が思ってる物理的なテクニックじゃないんですよ、はい、実はほうじゃなくて、あの女性に対して例えばじゃあ そういう行為をする前に安心感を与えられるかとか雰囲気だそうっていうのがすごく大事 で実際に例えばじゃあ気持ち良くなるとのまでにかかる時間が男女で全然違うんですよ。男っても15分以内にピークが来たこと多いですけど、ちょっと面白い話になってきましたね。女性はあの実はそのビフォアのね、あの入る前のビフォアの行為に30分から45分は必要っていう、はい、のが実は出てるんですよ。ちゃんと本に書いてくれてます？書いてます。そうですね。だからあの要するにあれなんですよ、その雰囲気を出していって安心感を与えて会話とかをしてっていう前の45分の雰囲気作りがないと、はい、女性側が快感を感じる準備ができないんですよ。でこの状態でその男がガッつくと女子はあんまり気持ちよくないで気持ちよくない前に終わっちゃう、はい、だから下手っていう認定がされるっていう。なるほどな。物理的なテクニックではないっていう。はあ、めっちゃ参考になった。印象としてあの子下手だった、あいつ下手だったって言われるのがそういうこともあるんじゃないかと。そうですね、そうですね。はあ、明確なテクニックの問題ではないっぽいですね。なるほど、めちゃためになったな。確かにね、これスパチャ払っちゃうな、確かに。これは払っ切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。